皆さんこんにちは、こんばんは、ミッキーです。今日はね、ちょっと漫画の話がね、したいんで、動画撮ってるんですけども、何の漫画かというとね、エースを狙えって漫画なんですけどね、テニスの少女漫画でね、おっさんが推薦するような漫画でもないんですけどね、私10歳になる以前にね、もう読んでからね、もう何回も何回も読み返してるんですよ。でね、もう漫画もね、部屋に溜まるんで、もうなるべくね、買わないし、デジタル版の方をね、買おうとしてるんですけどね、ついね、これはやっぱりもう、エースを狙えと、デビルマンと、ブラックジャックはね、やっぱ紙で持ちたいなと。なんでね、一応まあ文庫本版なんですけどね、もう本で持ってるんですよね。親戚とかね、まあ漫画が好きな人がいて、んで、まあ女の人もね、親戚の方が多かったもんでね、そういう人たちに借りたりとかね、教えてもらったりとか、あと妹がね、昔はおったんですけどね、まあ、親戚がね、妹に漫画あげるじゃないですか。で、それをね、読ましてもらったりとか、してたんで、あんまりね、男の子向け、女の子向けっていうのはなかったんですけどね。逆にね、まあ、ブラックジャックとかもね、結局、うちのね、ちょっと母親が、すぐね、自分が買ったものをね、人にやってもらうんですよね。ですんで、結局、あれなんですよね、妹の漫画をね、黙々と読むような生活がね、なぜかね、私が買ってもらったものをね、すぐ親戚にやるんですよね。変な親でしょ、本当にね。で、最近ね、大坂なおみさんね、テニスプレイヤーの大坂なおみさん。私も全然、まあ、スポーツはね、しないんですけどね。まあ、後で説明するんですけど、まあ、スポーツしないのも、エースを狙いの影響かもしれないですね、もしかしたらね。結局、試合中にね、負けそうになったのかな。負けて、カチンと来て、こう、ラケットを折るっていうね、行為をしてしまって、まあ、それについてね、エースを狙えの中に、似てるシーンがあってね、主人公の女の子と、有名な、こういうお蝶夫人ね、お蝶夫人がタッグで試合出るんですけどね、相手から最初は調子いいんやけど、だんだんお蝶夫人とのコンビがね、調子が出てきてね、だんだん追い上げていくとね、相手の選手がブチーン切れてね、テニスバキーンってね、試合途中で、放棄して出ていくシーンがあるんですよね。で、その後でね、お蝶夫人と、主人公の、まあ、岡ひろみさんって言うんですけどね、話するんですよ。あのままね、続けて、ちゃんとまで最後まで続けておけば、勝てる可能性はあったのにって言うんだけど、お蝶夫人はね、ああいう人はね、メンタルが非常に弱い。やれ熱いとか、やれ審判が悪いとか言ってね、文句ばっかり言ってね。でも実際のね、プレイの試合の時に、何一つ不満なく、試合ができる日なんでね、めったにない。やっぱそれを乗り越えてこそ、ね、一流やという話をね、まあそういう話があったわけなんですけども。やっぱりね、有名な漫画なんでね、ツイッターでやっぱり同じことをやっぱ思う人いんねんなと思ってね、ちょっとこの前、感心しましてね。まあだからといってね、漫画読んでる私より、
私とね、大坂なおみさんが試合したら、大坂なおみさんの方が勝つと思うんですけどね。で、松岡修造さんもね、なんかこの漫画すごい好きだっていうのがね、非常にちょっと、わかるんですけどね。まあ、読んだ人だったらね、わかると思うんですけど、こうね、アニメとね、こう原作って、だいぶ、まあ、基本的な流れは一緒なんですけども、だいぶね、こう、違うんですよね。やはりね、漫画ってやっぱり基本的に、こう、文章の力っていうのは強いんですよね。10歳未満のね、私に、一期一会っていう言葉をね、もう教えた漫画なんですよ。ほんとね、もう、すごい、こう人生で一番ね、こう大事な言葉じゃないですか。一期一会。もうね、このエースを狙いにはね、ほんま、ね、感謝しかないんですよね。この漫画に出会えてよかったなっていうね。スポコンっていうジャンルにカテゴライズされるんですけど、もうね、これはっきり言ってね、スポーツの枠を超えてね、もう人とは何ぞやっていうレベルのこの悟りの境地に近い部分があるんですよね。スポーツを通じて、知る人のね、生き様っていうかね、まあ、大体のあらすじとしてはね、何気に、まあ、なんか部活せなあかんから、とりあえず、テニス部入っちゃえ、憧れの先輩もいるから、そういうなんか横島な気持ちで、主人公はね、テニス部に入ったんだけど、地区大会のね、代表を決める、この、代表選手にね、その、全然新人の女の子が、ね、選ばれちゃって、ね。で、コーチのね、猛特訓が始まるという話なんですよね。で、先輩たちをね、差し置いてね、新入生が選ばれて、もう、嵐のような、いじめにあってね、生まれからボロカス言われてね。で、コーチは結構ね、ちょっとこわもてのコーチでね。で、この漫画の素晴らしいところはね、その登場人物全員にね、哲学があるんですよね。やっぱこの、新人で大抜擢された主人公の心情は、心情でやっぱりちゃんと描写されてるし、で、後でね、そのコーチがどうしてその、ね、全然、何の、あれもできない新人をね、抜擢したかっていう、その理由も、だんだん明らかになっていくわけですよ。で、その、まあ、コーチのね、話がだん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 深掘りされていくとね、とんでもない事実がっていうのが出てくるんですよね、いろいろね。これはほんまね、感動して、ほんとね、こう、うるるっとこうね、来るところがありますよね。で、これはね、前編と後編があってね、で、大概アニメでね、やられるのは、前編の部分なんですよね。で、後編の部分もね、なんか何回かアニメ化されてるんですけどね、私はそれは見たことないんですよね。結構ね、なんか、まあまあ、アニメの方はあまりね、どっちでもいいかなっていう。正直言うとこなんですけどね。まあ、あるね、出来事をきっかけに、まあ前編後編っていうのが分かれるんですよね。まあですんでね、これはもう、なんていうか、こう、スポーツ全般もそうでしょうし、ね、格闘技とか、こうやっぱり人を指導する立場の人間の人格とかね、そういう部分も描かれているんでね。
最近ちょっとね、未成年のちょっと残念な事件も非常に多いんでね、こういうのが普及してくれたらいいのになと思うんですけどね。まあでも、そういう心ない人が読んでも、まあ、響きはしないかもしれないんですけどね。で、まあ、基本的にね、そのスポーツ、私はあんまりしないんですけどね。すごい感化されやすいタイプやったんでね。もう、はっきり言って、子供の時はね、明日のジョーに触発されて、もうボクシングやるぞって言って、子供用のね、パンチングボールをこう、天井つるっつってね、うーんってこう、やってたんですけどね。うちは親が非常にね、嫌がってね、格闘技やめてって言われてね。じゃあ、何しようかって言ったら、うちのね、親父はあれなんですよ。野球が好きでね。な、もう、親に、このね、ボクシング反対された次の日にしれっと黙ってね、あんま物を言わん父親やったんでね、おい、何って言った。グローブ買ってね。キャッチボールしようぜ。チェって。ダメだよ、あかんがーんとか言って。何やそれとか言って。実はね、私左利きなんですよね。左利きの子供にね、右利き用のグローブを買い当ててね。息子の利き腕も知らんかったという恐怖の体験なんですけどね。で、その間違いに気づいた、父親はね、一週間後にちゃんと左用の、グローブを買ってくるんですけどね。まあでもやっぱり、あれですよね。みんなやっぱり自分がやってるスポーツをね、押したがるっていうのはもうしょうがないかもしれないですよね。うん。そうですね、スポーツ。そうだな。スポーツはあんまりしなかったですね。水泳とかも結構ね、好きやったんですけど、どちらかというとね、フリーダイビングみたいなのがしたかったんですけどね。まあ、それもそれであんまりね、メジャーじゃないんで、多分反対されたんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、反対されたから、やるんやったら、どうやねんっていう気も しないでもないですけどね。まあでも実際ね、この、非常にね、いい漫画なんですけど、すごいね、こう、精神論がね、レベルが高すぎてね、多分ね、実際にこれ見てね、こう、じゃあちょっとテニスしてみようかなって言って、テニススクールとか行ったらね、がっかりすると思うんですよね。すごいなんか横島な気持ちでね、テニスしてるやつって結構多いですしね。私も高校、中学とね、まあ、テニスのやつとか見てると、まあ絶対エースを狙いとか見てないやろな、読んでないやろなとか思いながらね。もうモテることだけしか考えてないやつとか結構多かったですね。私の世代のテニスするやつってね。今はどうかわかんないですけど。大坂なおみさんはね、すごい、こう人気があって、ね、実力もあるんでね、やはり影響力ある方やと思いますんでね。こういうこう、追ったりとかね、いう行為とか、あと、一時期ね、BML について、ね、発言されてましたけど、今、後悔してるでしょ ?BML の話。ははははそういうのもあるんでね。やはり、こう、テレビ出る人とか、やっぱりね、芸能やってる方はね、政治の話とかに関してはちょっとね、慎重にっていうかね、やはり発言した以上はね、こう、やっぱり、ああ、間違ってましたったら間違ってましたとかね、そういう訂正も非常に必要ではないのかなと思います。まあね、昔のことをいちいちほじくり返すなよっていうのもあるかもしれませんけどね。
ということでね、全人類推奨ということでね、ぜひね、機会があればね、漫画喫茶とか置いてあるのかな、エースを狙いって。漫画喫茶って意外と古い漫画置いてないですもんね。まあ、なんか、どっかでね、読む機会があったらね、ぜひ手に取って読んでください。多分、読み出すとね、一気に最後までね、多分、第一部の終了ぐらいまではね、止まらへんと思いますんでね。で、ただね、このエースを狙いなんですけどね、欠点がね、二つあるんですよね。やはりね、この少女漫画ゆえにね、出てくる男が全部いい男なんですよね。美形なんですよね。目がキラキラっとしたね。そこはちょっとね、男性が読むと、やはりこれ、やっぱお姉ちゃんの漫画やなって思う部分かなと思うんですね。あとね、この、宗像コーチっていうのはね、非常に厳しくて、もう徹底的に、こう、練習、しばくんですよね。しばくっていうか、まあ、叩いたりはしないんですけどね。で、結構ね、朝練、学校始める前にランニングして、で、学校行って勉強してから、部活で夜遅くまでみっちりみたいなね、そういう、ライフスタイルが描かれてるんでね。まあ、こういうライフスタイルって、今のスポーツの、スポーツ科学っていうんですかね。あんまりね、こう日本式な、この、根性論で、なんていうかね、やはり、練習と同じぐらい、こうね、休憩とか、リフレッシュっていうのは、今ね、非常にこう、大事に扱われてるんでね。その辺はちょっとね、ちょっと、まあ昭和の漫画なんでね、表現、今の表現でいくとちょっと、どうかなって思う部分はありますよね。まあでも、非常にね、引用される言葉とかね、いろんなエピソードに関してはね、非常にその胸を打つ部分がね、大きいんでね、ぜひね、読んでください。多分、私もね、人生のね、30% ぐらいはね、このエースを狙いのおかげでね、助けられてると思いますんでね、ぜひね、お読みください。では、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしかったら、登録とね、評価の方ね、お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。